にちはにゃでーす。ってことで、ランダンネレハイに編成革命起きておりますので、ずらしで19万5千点出せる編成を2パターン紹介していこうと思います。今までの編成に比べて飛躍的に点数伸びております。従来の編成だと、まあ、16万点、17万点、18万点ぐらいの編成が多かったと思うんですけど、今回ずらしで19万点超えますから、かなりおすすめです。多少編成を妥協しようが、多少パズルを妥協しようが、余裕で王冠は取れますので、マジでおすすめでございます。で、今回2パターン紹介するんですけど、1個が難しいことをやって点数を高めようという編成。で、もう1個がですね、楽に王冠取ろうというちょっと楽にした編成でございます。どっち組んでもいいです。はい。どちらにせよ王冠は余裕だと思います。はい。それでは早速編成紹介やっていこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると助かります。皆さんがパズドラ楽しめるように、ランダンで王冠逃さないように動画投稿してますので、ぜひともね、高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるし、嬉しいです。星のチャンネルね、ランダンやるようなガチ勢パズドラの味方なんで、よろしくお願いします。はい。さて、ここで1個、今回紹介する編成の注意点がございます。代用についてですね。代用なんですけど、今回ね、1個1個で見ると完璧な代用が少なく見えるんですけど、編成全体で見ると、ものすごい組み合わせがたくさんあって、代用候補がたくさんあります。まあ、例えばなんですけど、こんな感じで今回上下変換をたくさん使いますと。とかですね、あとは編成全体で各色のたこ焼きが欲しかったりとか、各色のウェイが欲しかったりしてます。あとは暗闇毒、お邪魔耐性全部欲しかったりとか、いろいろね、編成の条件があるんですよ。そんな中で、こんな感じでね、二色というか、まあ、上下変換を使っておりますので、はい。これね、組み合わせ次第でめちゃくちゃたくさん代用あります。なので、まあ、紹介してる代用だったりとか、紹介してる編成組めなくても諦めずね、自分で持ってるキャラで組めないか、いろいろ試行錯誤してみてください。今回それができやすいように、役割をしっかり書いておりますので、代用をね、うまく書いてもですね、どうしても組み合わせ次第で何でもできちゃうので、うまくね、書き表せづらかったので、役割をしっかり書いてますので、諦めずですね、自分でどう組めないか確認してみてください。はい。ちなみにね、まあ、上下変換こんな感じのがいますよってことで、シャドウですね。これずっと動画内でチャドウって言ってますけど、サドです。すいません、言い間違えてます。はい。とか、まあ、決めのはですね、これはですね、遅延と上下変換でございます。はい。で、坂崎です。これ上下光変換ですね。はい。リックディアス、上下闇変換。あとは、ブラックビドウ。これが遅延かけながら上下闇変換とかね。いろいろいます。他にもたくさんあります。動画で使ってるやつもあります。いろいろいるので、上下変換ですね。自分が持ってるやつを使って。で、代用もですね、編成に関しても、お邪魔毒、暗闇耐性が全部埋まっていて、で、全色たこ焼きがあって、全色ウェイがあれば、とりあえず編成は完成なので、いくらでも代用聞きますから、しっかりとですね、役割のところ読んで、で、もしね、自分が持ってないやつがいたらですね、しっかり代用を組み替えてください。はい。ということで、早速編成見ていきましょう。まずはシェアト編成からです。どうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。シェアト編成でございます。はい。ということで、まず1階層なんですけど、キャミ打って、で、ずらし固定パズルで殴っていきましょう。はいと。さあ、血内回復は、ウェイの血内回復で大丈夫です。はい。さあ、キャミ打って、下にガッとずらして、ウェイウェイウェイと。さあ、で、ここで最後も落ち込んで、ウェイになると、さらに加点入りますね。はい、突破です。さあ、続いては2階層ですね。2階層、ここ、リックディアス打って殴っていきましょう。はいと。さあ、リックディアスで固定パズルですと。はい、いいですね。これで殴って突破していきます。はい、OK ですね。続いて3階層です。3階層ここ平積みしていきましょう。はいと。さあ、水闇で平積みです。はいはいはい。さあ、ここはね、多少ゆっくりやっても王冠は余裕です。はい、OK ですね。さあ、しっかりウェイ組んで、これで殴っていきましょう。はいと。さあ、横に4343ですね。はい、OK です。突破していきます。続いて4階層、ここ、ベルゼブブ打って、キャミー打って殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。はい、ベルゼブブを打ちます。キャミーを打ちます。で、固定パズルと。ウェイ組んで、これで殴って突破していきましょう。はい、OK です。突破です。さあ、続いて5階層、ボスでございますね。ボス、華鏡院打って、ハマル打って、マーベル打って殴っていきましょう。はいと。さあ、覚醒無効ですね。さあ、ここで、まず、華鏡院を打ちます。はい。さあ、華鏡院。で、ハマルで覚醒無効を解除して、回復を闇に変えて、で、マーベルを打ちます。で、固定パズルで、ウェイ君で殴っていきましょう。はい、OK ですね。よし。で、超根性まで削って、ラスト、バンです。はい。
バン打ってずらし固定パズル組んでいきましょう。はい、バンずらし固定と、よしで、ウィーウィーウィーで殴っていきましょう。最後もね、はい、乗って、はい、これで倒しておしまいでございます。残りタイムが182秒でございますね。途中の二色陣とかもっと早くするともっとスコアも上がっていきます。はい、これで平均コンボ 9.7 ですね。で、スコアが大体18万7千点となっております。道中ね、もっと二色陣パズル早くしたりとか、もっとね、加点がうまく乗ってくれたりすると、もっと点数が高くなっていきます。はい。ということで、立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、シアトにマーベル、キャミにハロウィンソニア、バンにリックディアス、セレスにベルゼブブ、レーベンに華鏡院、オニオンナイトにハマルです。必要 HP 特になくて、必要スキブ19、バッチ自由です。攻撃バッチがおすすめですね。で、リタフレ逆はもちろん OK でございます。武器の役割と代用候補なんだけど、まずマーベル、こちらダメージ吸収無効と上下変換が役割です。ダブルゼータとかコナンとか、代用する場合は光コンボ強化なくなるので注意してください。で、ハロウィンソニアです。こちら水コンボ強化が役割ですね。たまらない水コンボ強化なら何でも OK です。千獣竜がおすすめですね。続いてリックディアス。こちら闇の上下変換が役割です。読みドラとか、アララギとか、ブラックウィドウとか、ミストバーンがおすすめですね。続いてベルゼブブです。これ固定ダメージが役割。そして華鏡院ですね。これ固定生成が役割です。そしてハマル。これが覚醒無効解除と回復を闇に変換するのが役割です。シャドウドラゴンナイトでも OK ですね。続いて本体代用のための役割です。はい、まずシアトですね。こちらスキブ多めの水ウェイ枠でございます。そしてキャミ。これが上下変換の使い回しですね。これスキル3ターンです。で、バンです。これはたまり直す上下変換が役割。そしてセレスですね。これ気コンボ強化と回復率が役割です。そしてレーベン。これが火力枠で非闇コンボ強化と闇と木のウェイ枠でございます。そしてオニオンナイト。これが火のウェイ枠と暗闇と毒とお邪魔耐性ですね。暗闇はセレスでも対応できます。という感じになっております。はい。ということでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。さあ、続いては有利編成でございます。こちらプレイ動画、王者ヒロナさんのプレイ動画です。はい。ということで、まず1回層なんですけど、キャミ打って固定ずらしパズルで殴っていきましょう。はい。で、血内回復洗剤使ってね、血内回復もしていきます。これで突破していきましょう。はい、OK ですね。ということで、続いて2回層です。2回層、リックディアス打って上下変換ですね。はい。で、また固定パズル組んで殴っていきましょう。はい、リックディアス固定パズル。これで突破していきます。はいはいはい。はい、OK ですね。これで突破していきます。さあ、続いてですね。続いては、3階層。3階層ね、ここ、水じゃないや、木と闇の二色陣なので、はい、自力でパズル組んでください。はい、四つ消しと三消しの、はい、横向きパズルでございます。はい、これで突破していきましょう。はい。よしと、いいですね。はい、突破です。さあ、続いて3階層ですね。あ、4階層ですね。よくやったらここ、ブラックウィドウを打って遅延かけながら固定パズルしていきます。はい。さあ、ブラックウィドウを遅延かけながら上下闇に作って、で固定パズル。はい。これで超根性まで削ります。はいと。よし。で、削ったら次ソニアですね。打って自力パズルしていきましょう。はい。さっきと闇を大量に組んでいきます。で、これがちょっとね、やばいことやってます。はい。これは多分ヒロナさんしかできないですね。はい。相当すごいです。なぜかルーレット2個あるのに綺麗に組み切ってしまうということで、はい。これで突破していきますと。はい。さあ、続いてですね。続いてボスです。はい。ボス、華鏡院打って、カーン打って、リックディアス打って、まずは超根性まで削っていきましょう。で、ラスト、チャド。まあ、動画では杯ですが、打って殴るということですね。はい。さあ、いきます。華鏡院を打ちます。で、カーンで、回復を火に変えて、で、リックディアスを打って固定パズルですね。はい。まずは超根性まで削っていきます。はいと。よし。で、ラストですね。チャド、サカズキ、ま、いろいろ代用ありますが、打って。で、また固定パズルして殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、ずらして、ウィー。OK ですね。これで倒しておしまいでございます。はい。よし、おしまい。ってことでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。スコア、こんな感じですね。平均コンボ 10.3 で、スコアが193,556点です。詰めれば195,000点ぐらいを狙えるでしょうということでした。はい。で、立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。
いつも通り代表の前に編成紹介すると、ユーリにブラックウィドウ、カンウにキャミ、リックディアスにウルドウ、ソニアにハエトリグサ、バルナにシャドウ、トリッシュに華鏡院です。必要 HP 特になくて、必要スキブ14、バッチ自由ですね。リダフリ逆 OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、まずこちら編成全体で角色たこ焼きと角色ウェイ、暗闇と毒とお邪魔があります。で、ブラックビドウは遅延と上下変換が役割ですね。クリメノはおすすめです。続いてキャミ、こちら上下変換。チャドも上下変換ですね。坂崎とかアクアマリンとか盲点がおすすめです。続いてウルドウ、こちら火、水のたこ焼きですね。たこ焼き埋まれば何でも OK です。セイナとか越前龍馬とかベッキーとかスーパーワンとか、別にね他の組み合わせでも OK です。続いてハエトリグサ、こちら木のたこ焼きとお邪魔耐性が役割ですね。山つかみおすすめです。他で耐性補ってきたこ焼きでも OK ですね。代用無限にあります。ウルドとねこのたこ焼きの組み合わせ変えれば無限に代用さらに増えます。続いて華鏡院ですね。こちら固定生成が役割です。続いて本体ダイヤのための役割です。まずユーリ、こちらリーダーと毒耐性でございます。で、カンウが悲鳴と覚醒無効解除と回復を火に変換ですね。で、リックディアス、こちらが闇の上下変換です。読みドラとかアララギとかブラックウィドウとかミストバーンですね。そしてソニア、こちらが二色人となっていて、バルナ、これが暗闇と水光ウェイでございますね。バスタージークフリードとか、バレファセットとか、あとハルなんとかですね。はい。耐性補って他で水光のウェイ埋まれば何でも OK です。歩行代用たくさんあります。そしてトリッシュですね。これリーダーで、木、闇のウェイと消せない改革となっております。全体的に組み合わせ次第でかなり代用が多い編成となっております。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。